皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、TSC オカルトラジオ、ともです。ケスケです。本日はこの二人で、なんと初じゃないですか？そうですね、初企画ですね。幽霊より怖い話ということで、はい、一怖会でございます。おー、なんか散々ね、人怖、俺好きだとか言いながら、人怖会はやってない。やってなかったね。確かにね。人の怖い話、はい。はい。幽霊より怖い話ということでね。まあよく聞きますよ。うんうん、結局生きてる人間が一番怖いみたいなね。うん、話は聞きますからね。そうですね。だし、幽霊信じてない人でも、純粋に怖がれたりする。まあそうだね、そうだね。みたいなこともあるのかなっていうのは。怖いなというのは思いますからね。うん。はい。ということで、早速、はい、まあ、ケースケはね、いっぱい階段、一丁はあるんで。そう、それ一丁はありますね。階段そうそうそう、一丁はあるんで。はい。はい。まあ、その中から、よりすぐりの人コアを、うん、まあ、僕にはして、はい、ケースケにはして、はい。その後ね、今日、たまたまちょっとタイムリーに、おからじに人コアですっていう体験談が、うんうん、体験談というか、まあ、人コアの話が来てたので、それを読もうかなと。あ、聞きたいですね。はい。全部で5話。行きましょう、うん。はい、よろしくお願いします。はい、なんで交互に行こうかなと思うんですけど、まず僕から。はい。はい。これ東京都のまあ治安悪い外国籍の方がたくさん住んでる町っていうのがあるんですけど、そこでマンションに住んでる日本人の方からまあちょっと聞いたお話なんですけど、そのマンションにね帰ってきて、まあエレベーターのとこ行くじゃない。でそうすると、おばあちゃんがね一人いるんですって、うんうん、結構深夜だよ、はい、でおばあちゃんと一緒に乗ることになったのエレベーターに、はい、でおばあちゃんがそのエレベーターの内側のあのボタン側に立ってたの、うん、で自分はその後ろで空いてる空間に立ってたら、うん、おばあちゃんが急にギュンって見てきてこっちを、うん、でニヤーって笑うの怖っ。でまっすぐ見ながら、私ね今日死ぬのって言ってくるんだって。ほう。で、何と思いながら、ああ、はあ、みたいな感じで、まあ、やり過ごすじゃん。はい。で、自分の階を、で、止まったから、降りてったの、自分はね。で、そしたら、おばあちゃん、そのまままた上に行くのよ。うん。で、わ、ちょっと嫌な予感するなと思いながらも、うん。自分家帰って、で、まあ、バーって、ソファに座ってテレビをつけて、で、まあ、ベランダが見えるんだけどさ、そのソファから。うん。なんかテレビを見てると、そのベランダも視界に入るのよ。はいはい。うん。で、まあ普通にテレビ見たら、なんかね、黒い影がヒュンって通ってった、落ちてった気がしたの。おー。で、うわ、まさかと思ってさっきのもあるから、うん、思ったら、ダーンって音が聞こえて、うん、で、うわと思って見たら、そのおばあちゃんなのよ。うわー、めちゃくちゃストレートに。うん。おー。で、まあ自分が第一発見者だから、うん、まあ、救急車を呼んで、警察を呼んでっていう人が飛び降りましたっていうことで通報したっていうお話。うん、うわぁ、最後に会った人。そう、うん。最初に見つけた人でありつつ、うん、最後に会った人っていう。うわぁ。この、ニヤッと笑いながらまっすぐ自分の方向いて、うん、私、今日死ぬのっていうのはすっげえ怖いなと思って。めちゃくちゃ怖い。ねえ。めちゃくちゃ怖いわ、うん。ちょっと短いお話でしたけど。うおーっていう怖さ。まさに、人怖。ねえ、うん、言ってくかね。うわ、じゃあちょっと、うんうん、俺今日、これ話そうと思ってたやつにはあるんですけど、うんうん、一個変えて似たような話もあるんで。全然全然あ、いいっすね、いいっすね。そっちにしますわ。いいっすね、いいっすね。うん、だから、さすが一丁臨機応変でいけますね。いや、このね、今の話っていうのも、うん、なんていうんですかね、その、お化けが出てびっくりするとかじゃなくて、うんうんうん、その、なんていうんですか、その最後に出くわして、うん、たまたま、うん、だから、誰でもあり得ることというか、うんうん、そこまではわかるんですけど、うん、なんかその、自分の部屋から、うん、なんか、ちょうど、その影が落ちてくるのを見ちゃうわけじゃないですか、うんうん、なんかそのおばあさん、うん、その人の部屋を分かっててみたいなこととかも、ねね、想像するとなんか、うわちょっとなっていう、ね、知っとったんかなっていう、だって飛び降りるとこなんかさ、うん、まあ屋上行けるんだったらね、そのマンションが、うん、どこでもあるわけじゃん、なぜピンポイントに自分のベランダのっていうところがね、うん、そうなんですよね。
なるよね。だから不思議な偶然というか、ね、そこエレベーターで出会っちゃうこともそうだし、うん、それがたまたま自分の家の前を通過してったみたいな偶然っていうのは誰しも起きうることだったりするのかなっていうので怖いなって思うんですけど、ね、はい、あの僕はねこれ友達の話なんですけど、はい、15階建てぐらいのとある団地に住んでるんですよ、はい、うん、でその子は12階とかが自分の部屋があって、うん、まあ、エレベーターで行くんですけど、うん、エレベーターの横にこう螺旋階段じゃないですけどちょっとコの字型になってる階段、はいはいはい、はい、まあ、1階と2階の間に、まあ、0.5 階上がって、うん、角曲がって 0.5 階行くと2階、1階に行けるみたいな、うんうんうん、あ2階かに行けるみたいな形の階段もあるんですよ、うん、まあ、どっちも使えるんですけど、うん、その団地ってのが防犯の関係で夜9時以降だかは、うん、エレベーターが降りるとき前回止まるっていう、あ、なるほど、各階に止まるわけだね、うん、そうそうです、うん、なんで結構下の階の人はエレベーター呼ぶより階段で行った方が早かったり、要、うん、その時間帯になると、うん、みたいな作りですぐ横にあるんですけど、うん、まあ12階なんで基本エレベーターで行くじゃないですか、はい、でまあ12階のエレベーター降りて、うんとね、2部屋先進んだところがそいつの家なんですよ、うん、で玄関入ってすぐ右手にそいつの部屋があるんですけど、うん、ってことはその部屋の窓は通路沿いなんですよ、はい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 、でその窓の下に布団を敷いていつも寝てるんですって、うん、でいつものようにそこで寝るってなってる時に毎晩日課で彼女と電話をしてたと、うん、夜にね、うん、で結構もう深夜帯になってくると母親と二人暮らしなんですけど、うん、声が聞かれるのちょっと恥ずかしいからって言って、うん、いつも彼女から電話来ると外に出てその通路から階段の方に行ってこの階数の 0.5 階のとこちょうど、うん、半分降りたところに、まあ、手すりがあって外が見れるんですけど、はいはい、外の階段ってことですね。そうそうそう、はいはいはい、そこにこう行って電話してたんですっていつも、はい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 、まあ、近所の迷惑にもならないようにそこで小さい声で喋るみたいなことがあって、うん、まあ、そうしてたんだと、うん、でなんかその日も普通に電話しに行ってまた電話して帰ってきてみたいなことやってたら、うん、と何日か経って、うん、また今日ちょっと夜電話してもいいみたいな連絡が彼女から来て、うん、あ、分かった分かった、待ってるね寝ずにって言ってたらなんかねもう夜遅い時間なんですよ。10時回ってるから、うん、その人通りなんて全くないわけなんですよ回数的にも、うん、なのに人が行ったり来たりすると、うん、で曇りガラスになって外だからなんとなく人影は見えるんですって自分の家の前を通過すると。あ、はいはい、その子の部屋からね。そうですそうです、うん、それが黒い服着た女の人なんですって、うん、シルエットが、うん、で、あ、女の人だって思ってて、あ、でもさっきから行ったり来たりしてるのなんか珍しいなと思ったけど同じ人なのかなって思ってたらまたタッ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 って足音が聞こえて、まあちょっとヒールみたいな、うん、だからまあ女の人っぽい感じの足音が聞こえて自分の部屋の前をまた通り過ぎてくんですって、うん、で、あ、同じ服だ、あ、同じ人がずっとうろちょろしてんだみたいな、うん、何やってんのかなみたいな、まあ言っても団地とはいえずっと長いこと住んでるから、うん、同じ階の人たちは大体知り合いなんで、うんうんうん、あの人なのかな、でもなんかなみたいな、こんなこと今までなかったなって思いながらそのまま無視してたと、うん、そしたら彼女から連絡来て、いや電話しようってなって電話かけた時にいつもの流れでその外に出たんだっつって、うん、その時にあってさっきの女なんかおったら怖ってなってパッて見るけど誰もいなかったんですって、うん、ああもういなくなったんだと思ってエレベーターの方行って階段行って 0.5 階降りたらその女が立ってるんですって手すりに肘ついて外をずっと見てるみたいな、うん、でうわあいつだってなって、うん、でもなんかここでなんか話すのもあれだしそのままもう一回降りてその人がいるって言ったところのもう一個下のところまで行って軽く電話してたんですって、うん、でまあちょっと人もいるしみたいなので、うん、まあそそくさと会話を終わらして、うん、あの上上がってくんですよ、うん、だけどもう階段使うの怖いからエレベーターで上行って自分の部屋戻って怖かったと、うん、で寝てたんですって、うん、そしたら次の日の朝、うん、結構早い段階で目覚ますんですよ、うん、っていうのも騒がしいんですって外が、うん、でうんってなってうるさいなって思いながらパッて見たら外に人だかりができてると、うん、そのエレベーター、うん、階段のところに何だろうと思って近づいてったらあまたあれ飛び降りみたいな話をしてて、うん、その黒い服を着た女の人が飛び降りたっていうのをそこで聞いて、あの人だってなったんですって、うん、だから最後に会った人は自分だったんじゃないかっていう、あうわそうです
飛び降り2本という、でもそれすごいね、はい、そのね1話目みたいに会話をしたってよりかは、まあ、ビクってなった時にあどうもって会釈したぐらいみたいな、うん、でも向こうはこっち見てなくてみたいな感じらしいんで向こうは認識してないかもしれないですけど、でもさその人も後ろを通ってるっていうかさ、そうですそうです、で降りてんだよね会話も、はい、うわー怖いわーねえ、だからもしタイミングずれてたら自分が電話してる時に落ちてたかもしれないし、っていう第一発見者になってたかもしれないし、ねえ、犬鳴村みたいにさ、あの真っ逆さまで目が合うみたいなさ、うん、あり得る、降りてく落ちてくる人と、うん、ねえ、それもあり得たかもしれないっていう、ね、うわー怖いなー。そうで、その団地ってのが、うん、結構オカルトラジオの中でもちょいちょい言ってる、うん、そういう名所なんですよね。名所なんですよ。でそのいろんなそこに住んでる人だけじゃなくて、うん、他県からも来るとかって、そう、なんでか分かんないけどね、他のところから来て飛ぶんだよね、そこで。そうなんですよ。でちなみにその女性も他県から来てるんですよ、うんうん、岐阜県から来てるんですよね、っていうのも、うん、その子がそこまで乗ってきた車、うん、ずっと駐車場に置いてあるんですよ。うわー、でこれ警察撤去できないんですって。あ、そうか、駐車場だから、うん、一応路中みたいな感じになってるんだけど、うんうんうん、それを、どうこうするのは警察の仕事じゃないって。でそっから、うん、1週間2週間ぐらいずっと置いてあったんですよ。で俺この話聞いた時に、うん、そいつが、まあ、俺に話しながらドライブしてて、うん、その団地になんか向かってくるんですよね、うん、でそれがこの車みたいな、やめてくれよってなって、怖っ。じゃもうほんとぬいぐるみとかちょっと好きなキャラクターのみたいなのもなんか生々しくて、うん、あそこね、うん、で聞くわ、そこは結局はその11階と12階の間のところから多分飛んでるんですけど、うんうん、その最後にいた場所ってのがそいつがいつも電話してる場所なんですよ、うん、だからその後彼女から電話来ていつもの流れでファーってそこ行ってフッて肘ついた時に思い出すんですって。うわあって、うわ怖、そうめっちゃ怖いって言ってた。それでハイヒールの音なんか聞こえたらやばやばいよね。そこ逃げるわ。そうですよ、入り口だね、あの、うん、なんていうの、怪談話、幽霊の入り口が人怖みたいなさ、うん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 、そうですね。だってそっからさ、じゃあそのハイヒールの黒い女の人が見えるようになったってなったらもう、うん、ね、怪談になるしさ。確かに、だって多分目撃者って、うんうんうん、やっぱそれなりの物を見ちゃうから、うん、意識するようになると思うんですよ ね。だから今まで全然気にならなかった街中でのハイヒールの音だったりとかもビクってなるだろうし、なるかもしれない、うん、そっから幽霊が見えるようになるっていうか波長が合ってくというか、うんうんうん、みたいなことはあったりするのかなとは思いますね、うん、まあ最近はね、僕ら豊橋でも聞いてくれる人が多くなったんで、そうですね、あそこかなこっかなみたいなちょっと詮索とかコメントがもしね、うん、分かってあそこだなみたいなことがあったら書かないように、書かないようにしていただきたいですね、いただければっていう、うん、まだ友達そこに住んでますからね、たくさん。あ、そっか、うん、そうだね、まあ、僕はコークなんで、うん、そうなんですよ。そこのね、幽霊の話も、まあそこにまつわる霊の話もありますからね、うんうん、そうなんですよ、ね、またそれは別の機会にちょっと撮っておこうかなと、うん、今日は人コアということでね、はい、うんうん、じゃあ僕からもう一個ですね、はい、東京都内の話なんですけど、まあ、マンションの話で、はい、そこはオートロックがまず玄関としてエントランスがあって、でそこ入ると、まあ、正面にエレベーターがあるみたいなマンションなんだけど、うん、その人がこの話を教えてくれた人が住んでる隣の部屋の人が、うん、結構なカップルが住んでるんですけど、結構な騒音を立てる人っていうか、う声とかもうヒステリックな声とか出しちゃう、いきなり叫んだりとか、うん、女の人とかがこうやって出して、男もすげえ罵声を、喧嘩した声とかが聞こえてくる。でもそのマンション結構防音対策してるんですよ。結構コンクリートの厚いマンションで、それすらも貫いてくる大声だから、うん、結構住民もうわーって思ってんだろうなと思ったんだけど、まあ、ある日ちょっとね夜出かけんといかんってなって、で、玄関出るんですよ。でその部屋を、その隣の部屋を越えてすぐエレベーターがあるんですよ、うん、なんで下ボタン押すじゃないですか。でまあドア開いて自分乗ります。でそのエレベーターの中からその廊下を見ると、その隣の部屋の玄関が見えるの。ほう。
で、まあ、エレベーター閉まりそうになった時に、もう閉まるのを待ってる時に、その玄関がバーンって開いて、うん、で、まあ、その騒音カップルが、うん、女の人がね、ロングコートだけ着て、うん、まあ、おそらくマッパだよ、うん。ロングコートだけ着て、エレベーターの方に来るのよ。助けてくださいって言いながら。うん、で、ってなって、まあ、エレベーターの中入るじゃん。で、その後ろに、男が全裸で出てくるのよ。ほう、待てーみたいな感じで。んで、閉まるのよ。ほう、エレベーターが。ギリギリで男がダーンって来るんだけど、ギリギリでエレベーター閉まって、もう下行くじゃない。でも女の人はもううずくまっちゃって、ガクガクしてて。うん、で、どうしたの、大丈夫ですか、大丈夫ですかって言って、言ったら、なんかね、そのコートに血がついてんの、めっちゃ。ほう、大丈夫みたいな感じになるんだけど、まあ、エレベーターが下に着くじゃん。んで、エレベーターホール、うん、まあ、エレベーターから降ろすじゃん、はい、で、そのオートロックがあるんだけど、すぐにオートロックのエントランスの手前、内側っていうか、うん、に一回落ち着いてください、どうしましたって言って聞いたら、私、すいません、私こうなっちゃったんですみたいな感じで、うん、そのコートをめくるわけよ、はあ、包丁がお腹に刺さってんの。うわ、刺さってて、もう血がドワーって出てんの、はあ、で、うわってなって、大丈夫ですかみたいな感じになって、うん、警察と救急車呼ばんといかんと思って、だけどそこ治安悪いんで、うん、すぐそこに交番があるのよ。はい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 。で、うわ、これはもう電話するよりも、ま、救急車に電話するんだけど、うん、あと電話するよりも行った方が早いと、交番に、うん、だから、で、その男が来るかもしれないから、一旦マンションから出て、マンションの横の小道というか裏路地というかに行った女の人を置いて、ちょっとここで待ってて、隠れて待っててくださいと、すぐ交番行ってきますんでって言って、うん、行って、で、まあ、お巡りさん、ちょっとすぐ来てくださいと、うん、で、戻ってくるのよ。そしたら女の人はいると、うん、で、上からそのマッパ、さっきマッパだった男の人がこうやって見てて、うん、おい、どこ行ったなみたいなことを叫んでるの、その警察と帰ってきたら、うん、で、警察官はちょっと上の男確保してきますと、うん、で、応援も呼びますと言って、で、パトカーもすごい何台も来るし、うん、何台も来て、んで、救急車も到着して、その女の人は運ばれてくのよ、うん、無事に。無事というか、まあ、運ばれてって、うん、で、包丁はさ、抜くと出血たるようになっちゃうからっていう。聞きますね。ね、うん、って聞いたから、自分もそのままでいたの。んで、まあ、救急車が運ばれてって、で、男の人も確保しましたと。うん、んで、後日、その女の人を、がどうなったのか気になって、うん、その病院とかも教えてもらってたから、どこ行くかとか、うんうん、教えてもらってたから、まあ聞いてみたのよ、どうなりましたって、うん、その病院の人に、うん、で、そしたら事情を聞くことができたと、うん、なんで刺さったかとか、ほう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 、要はそのカップルシャブ中で2人とも、ほう、薬物やってて、ほう、で、いつも喧嘩してるのは女の人が別れたくないっつって、ほう、男は別れてくれって言ってるの、ほうほう、うん、カップルの痴話喧嘩で、うん、で、それがもうラリっちゃって発展して、もう別れるなら死んでやるっつって、自分のお腹を自分で刺して、おー、ほうほう、で、男は要はそれを止めんといかんし、救急車も呼ばないといけないから待てって言ってたっていう、おー、なるほど、ことが分かったっていうお話なんですけど、うん、これ1話目と同じマンションで、うん、1話目と同じ人です、体験したのが。やば、そこね、ほんと治安悪いんですよ、めちゃくちゃ悪いですね、うん、新大久保です。うわー、うん、悪いとは聞いてますね、うん、うわー、やば、すげえ話だな、うん、なんかね、パッと聞いただけだと女の人が、ね、男に刺されたかな、何かやられてるみたいな風に感じましたけど、うん、まあ、見ただけじゃ分からん、分からんね、で、うん、そのそういう地域があるってのもね、怖いわ、まあね、うん、そういうところがあるんだなっていう、うん、しかも頻発ね、うん、まあ、同じ人が体験してますから、うん、そうなんですよ、うん、でなんかね、うん、結構話では、うん、そういう場所があるらしいっていう都市伝説、うん、まあ、例えば多分この地元豊橋にでもあるじゃないですか、あるあるある、ね、うんうん、いや、ガチなんだなってちょっと思います ね、うん、火のないところに煙は立たないじゃないですけど、いや、本当っすよ、やっぱあるんすよね、うん、なんかね、まあ、それこそね、うん、まあまあ女性の方が多分被害には遭いやすいじゃないですか、うん、なんかそういう場所とかだったりとかすると、うんうん、
だからなんかそういう部分もなんか女性の方が体験してる話多いのかなってちょっと思うんですよね。だから僕ら、まあ、これどっちも僕は男性の友達から聞いた話なんですけど、いろいろ聞いてったら、例えば女性から聞くと電車でとか、うん、駅のホームで、公園でとか、うん、学校でとかっていう人怖ってすごいあるんじゃないかなって。あるね、絶対あるよね。うん、まあ、それこそね、今だったらブームのキャンプもそうだし、ああキャンプもありそうだね。うん、なんかツイッターでニュースになってて、うん、その女性キャンパーがどうこうだみたいな、あ見るね、うんうん、たまにね見るからね、うん、結構その女性の方が人怖みたいなのを体験してんのかなってちょっと思いますね。すげえ話だったな、うん、そんな起点聞かんすよね。なんか自分がそうだったとして、あ聞かんよ、うん、あのエレベーターのシーン想像してたらめっちゃ怖いもんね。男がダンって来るんだよ、うん、そのまああの窓がないエレベーターだからさ、うんうんうん、あのダンっていう音が聞こえたっていう、多分ついたん、うんうん、手をついたんだろうなっていう、そこがなんかね、でもそこで男の人が入ってきてたら、そのね、そこまで勘違いせずに終わったかもしれないですけど、うん、いやもうそんなドラマのようなさ、うん、縛れ縛れ縛れみたいなさそんなギリギリあるんだな本当にっていうね、本当っすよ、うん、怖い怖いわ。で腹に包丁刺さっとるってどういうこと？うん、マジでそう。うん、でしかもそれでなんかエントランスでちょっととか、あでも交番あるわ、一回外出ましょうとか、うん、そんな対応できない。ね、ないないない、もうその場で呼んじゃうし、あわあわしちゃうし。しちゃうよ、うん。どうしていいかわからんくなっちゃう。いやー、すげえ話だ。うん、まあね、まあ人怖ってなると結構まあ。そういう最後の場に出くわしたとか、うんうん、犯行現場を見た、見たとかね、うん、っていうのは多くなってくると思うんですけど、うん、僕もう一話話そうと思ってるのは、うん、そうでもない話というか、うん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 、っていうお話なんですけど、また違う角度の人怖いですね、うんうん、なんですけど、うん、まあ、僕が働い、やっぱ飲食店で働いてるんですけど、うん、そこのお客さんから聞いた話で、はい、ケイスケってさ親友とかいるみたいな話になって、あーまあまあそれはいますよみたいなこと言ってたら、俺にもいたんだけど、もうこれ10年ぐらい疎遠だったんだよねみたいな、え親友なのにみたいな、で話聞いてったらちょうど10年前なんですけど、その親友ってのは幼稚園から一緒なんですって、学校、はいはいはい、幼稚園小学校中学校と、もう幼馴染みたいな、そう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 、でもずっと2人で遊んでたと、うん、で高校は違うんだけど、まあ、近いから毎日一緒に集まって遊んでたと、うん、それぐらいの中の親友だったと、なのに突然会わなくなるんですって、うん、っていうのもそれが大学行ってからの話らしいんですけど、大学行ってまあまあ自分は働いててそいつは大学に行ってるんですけど、なんかね毎日連絡取ってたんですって、うん、ってなってたらある日また電話が来て、ちょっとやべえかもしれんと、どうしたって話聞いたら、あの前コンパした子いるじゃんみたいな、うん、まあ、女性との飲み会で出会った子に手を出したと、うんうん、で、まあ、ちょっとひどいんですけどそのまま、うん、まあ、一夜限りみたいなように扱いたかったんだけどすごいグイグイ来ると、うん、でその子の話したじゃんって言ってて、ああしてたねみたいな、でもそれはお前が悪いよみたいな、いやそれがさって言って、いや最近めっちゃひどくなってって、もう家までついてくるようになったと、うんうん、場所は教えてなかったのに、うん、気づいたら家にいたりとか、うんっていうのがあって、もうマジすごい怖くてさっつって、学校にも来るんだよみたいなことを言ってると、うん、まあでも最悪家だけ知られてるのはちょっとまずいし引っ越せばみたいな、うん、それはお前の撒いた種だもんでしょうがないみたいなことを言いながら、まあちょっとそれ考えてみるわって言ってちょっと経って引っ越したんですって、うん、そっからストーカー被害もなくなってきてちょっと収まったからよかったって思ってたんですって、で引っ越してからまたちょっと経ったらまた電話鳴るんですって、いやどうしたって言ったら、あちょやばいっつって、あの前話した女おるやんっつって、うん、あいつが今来とるっつって、うん、今の新しい家に、うん、でうわもう俺怖くて出れんと、でもお前マジで来てくれんっていう電話が来るんすよ、はいはいはい、であまあ分かった行くわっつって、うん、でその僕のお客さんは友達の家に行くんすけど、その新しく引っ越したアパートってのが2階建てなんすけど、そいつは1階に住んでるんですって、うん、だから部屋行く前にバーって家の周りを見たんですけど誰もいなかったんですって、はいはいはい、で部屋まで行ってピンポンって鳴らして、うん、で恐る恐る開けるんですけど誰もいなかったよっつって、ああよかったみたいな、怪しいやつもおらんかったし女もおらんかったよって言って、まあ、とりあえずちょ声で上がってくれって言って、
部屋上がってじゃどうしようみたいなことを言ってたんだけど、まあそれはちょっとはっきり言った方がいいんじゃないみたいな、うん、でそれかまあまあうんまあいろんなアドバイスとかをしてたんだけど、その途中、外につながってるっていうか大きい窓、うんうんうん、まあお庭庭につながるみたいなところ、ちょうどその向こうは道路なんですけど、はい、そこがドン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 って叩かれると、うん、で、あいつだってなってるんですって。で、分かった、俺が言うで、お前落ち着けみたいな感じで、そのお客さんがバーってカーテンガッて開けたら、その女がすごい顔して叩いてるんですって、うん、開けろみたいなこと言って、でもうお客さんはこれは言ってやらんとかなんてなってるから、うんうん、お前うるせえなっつって窓開けて、そっから注意したんですって、いろいろ、ああもう来るなよみたいな、でお前これやってること犯罪だぞみたいな、うん、いやこんなことしてあいつの気持ちが動くわけないんだからやり方考えなさいみたいな、うん、まあちょっと諭しながら落ち着かせて、まあ話し合いができるようになって、じゃあ分かったってことになって帰ってくれたと、うん、でうまいこと言ったと、でお前もダメだぞと、そういうことしたお前の責任でもあるみたいなこと言って、だから今度から気をつけろよと、であいつその女の子にも連絡取ってちゃんと話し合った方がいいと、うんうん、みたいなこと言って、じゃあまたなって言ってその日は帰ったらしいんですよ、うん、その日から10年間音信不通なんですって。おで、そんないいことしたのにみたいな、うんうん、なんか解決しそうな感じだったのにみたいな、うん、そうそうなんだよね。でもそっからもう一回も家行ってもおらんし、もうもぬけの殻というか、うん、大学にももう行ってないらしいと、うん、で地元の連れたちも行き先を知らないみたいな、うん、そんなことってあるんすねって言ってたら、実は最近普通に生活してたらいつのハガキが届いたと家に、うん、でそのハガキをパッて見てみたら、その10年以上疎遠の親友の名前が書いてあるんですって、うん、で結婚式の招待状なんですよ。おで、あいつ元気してたんだみたいな、うん、で、まあ、そいつの名前と知らない女性の名前が書いてあって、うん、あいつ結婚すんだなみたいなので、じゃあ結婚式行こうって思ってるんだけど、なんかね式場みたいなのが書いてあるんですけど、これを返信するとかじゃないんですよ。おうおうおう、この場所に何時に来てくださいみたいなのが書いてあるだけ、うん、結婚しますって、うん、でなんかその字もなんかちょっと汚いんだけど、まあまあまあ いいかと、うん、でその当時仲良かったやつから、一緒に遊んでたグループというかが4人ぐらいいるらしいんですけど、合計でそいつらからも連絡来たんですって、招待状来たみたいな、うん、あれおかしいよなって言いながら、お前行くって、あ行く行くって、じゃあ一緒に1台の車で行こうぜってなって、うんうん、その日待ち合わせして車乗り込んで行くんですって。だけどその場所ってのが車で1時間以上離れたような山奥なんですよ、うん、でこんな縁もゆかりもない山なんですよね。なんであいつこんなとこで結婚式すんのかねみたいなこと言いながら、まあでもあいつ元気ならよかったねみたいな、うん、奥さんも見つかったみたいだしなんて話しながら目的地たどり着くんですけど、どん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 山道入ってってたどり着いたとこってのがもうね、すごい古民家を、うん、まあ、今ちょっと流行ってるリノベーションして中ちょっと綺麗なんだけどみたいな、はいはいはい、よくカフェとかね、そう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 、うん、みたいなところだったんですよ、うん、で、ああこんなとこでやるんだみたいな、うん、てか俺らだけみたいな、うん、もう本当にちっちゃい古民家で、うん、で別に受付がどうとかもあるわけじゃなく、なんかね手作りの結婚式みたいな感じなんですって、でバーって中入ってったら机も一個しかない、うん、でなんか食べ物があるとかそんなんでもない、うん、ただただリノベーションされた一軒家の中に机があって、そこに俺ら、その人たちが座ってるだけの状態なんですよ、うん、え何これ何これみたいな、神父さんの誰かがいるわけでもない、あ、はいはいはい、うん、し、例えば両親がいるわけでもない、うんうん、自分たちだけなんですよ。なんか不思議だなぁなんて言ってたら、バッて襖が開いて新郎新婦が出てくるんですよ、うん、でおーってなって久しぶりに会ったその親友、うん、見たらもう変わり果ててるんですって、うん、もう痩せこけて、あ、うん、でもね焦点も合ってない感じでうつむいてもボーって口開いてあーってなってるんですって、うん、その横に花嫁さんみたいな人がいて、その人に連れられて一生懸命こうずられてるというか、うんうん、連れてこられてる感じなんですよ、うん、で花嫁パッて見たらあの日のストーカーなんですって、うわーってなって、その人はやばってなったら、そのあの日のストーカー花嫁さん、うん、こっちの方見てニヤニヤしてるんですって、って笑いながらその新郎を連れてなんかバカにしてる感じなんですよ、うん、おいみたいな感じで、うん、って笑いながら歩いてきて自分たちの前に座るんですって、うん、でうわこわってなってたら、例えば音楽が鳴るとか何かが始まる挨拶するんでもなく、うん、座って、自分たちの目の前に、うん、
その親友だったやつがもう変わり果てた姿でこうボーっと口開けてよだれも垂れてるみたいな、うん、その横で神父が見てヘラニヤニヤしてこう揺れてるんですって、うん、でうわ怖ってなって、友達だとちょっと やばくないみたいな、うん、でなんかあるんですかみたいな感じになってるんですけど何も言わないんですよ、うん、ずっとこっち見て笑ってるみたいな。でなんかね分かんないですよ、そう本当にそうなのかは、うん、見た感じざまあ見ろって言ってる感覚なんですって。あ、なるほどなるほど、ちょっとドヤじゃないけど、うんうんうん、そうでも怖くなって、うん、もう逃げようってなって、うん、そのままババってみんな出て、うん、それを置き去りにしてね、うん、そのまま車乗り込んで帰ってったんですって、うん、であれ何だったみたいな、いや実は あの女もともとストーカーだったんだよみたいな、うんうん、あまあその最初の話をね、うんうん、っていう話もしながら、うん、あれ大丈夫みたいな、うん、いやもうね本当に変わり果ててて、なんていうんですかね、ちょっとそのしゃぶ中じゃないですけど、うんうんうん、みたいな感覚、中毒者みたいな感じ、うん、とかもう働きすぎて寝不足続いて、うん、もう鬱になっちゃってクマまみれみたいな風に見えるだと、うん、あれ大丈夫なのみたいなことになってて、でもその今住んでる場所とかは分かんないですよ、この式場ここで式やるっていう手紙が来てるだけなんで、そうかそうか、その後もどうなってるか分かんなくて、うん、前使ってた電話番号にかけてみるんだけど、まあ、もちろん使われてなくて、うん、どうしようってなってその人のお母さんに電話するんですよね、うん、そうしたら、実は10年前から私も連絡が取れてないと、うん、行き先どこにいるのか分かんないと、ただたまに手紙が届いたりだとか、あと電話であの子が何も言わないんだけど多分あの子だと思うみたいなことがあるから、生きてることは分かってるから、うん、もうそのまま自由に生きてもらうみたいなことを言ってて、だからお母さんたちも行き先を知らないんですよね、うん、10年ぶりにそういうことがあって、でもそれ以来もう会ってないっていう、また疎遠になってるっていう、あのストーカーとは一体どうなってるのかっていう、そんなお話でございます。何それって感じだよ ね、やばい話ですよね、これ何回聞いてもゾッとするわ、本当にゾッとする。じゃあ俺もこれ話しながらちょっと震えますもん ね、うん、怖いよ、怖い、何があったのっていう、その10年っていうか、まあその日からだよね、もう、うん、その日からなんで、怖、まあまあ僕ら考察系 YouTuber と、うん、名乗ってるじゃないですか、うん、まあ、それなりに僕もこれ考えてみたんですけど、うん、だから結局その話し合いなさいよみたいなことを言っちゃったから、うん、まああったんだよね、うん、多分ね、話し合わんといかんってなって、そうで、その時の、まあ、その結婚式の状況を見るに、うん、なんか洗脳されてるじゃないですけど、うんうん、みたいなことなのかなと思って、うん、それこそその女が何かを使って、うん、薬物的なね、うん、みたいなのとか、うん、っていうことで無理やり手に入れた愛みたいな、うーわーそうか、ことだったら怖いなっていう、あ、そんなお話でございました。いやこれはすごいよ、すごい話ですよ、ね、その話すごいよ、ねえすごい、まれ、うん、に聞く凄さだ、ね、うん、本当に。それさ、ケースケのお客さんから聞いたっていうことはこの辺の人ってことでしょ。そうですそうです、この辺の人ですね。その古民家カフェもこの辺に、そうそう、僕らは通ったことある場所だと思いますよ、うん、そうだよね、はい、山奥の、はい、怖やばいっすよね。そんなことがだってこの近くで起こっとるってことでしょ。そうなんですよ、まあ、ただ、うん、事件にはなってないから、まあまあまあそうだね、うん、マジ怖いやん、マジ怖いっすよ。なんか新しく出会った友達とか、まあ年下の子、うん、とかからもうなんか俺怖い話ないのとかって聞いたりするんですけど、うん、まあ、怖いことはないけど友達が行方不明とかっていうのはよく聞くんで、うんうん、まあ、こんな狭い町でもそんなことが起きてるんで、まあ、そういうのは、まあまあ、あることなんじゃないかなってちょっと思っちゃいました ね、怖、巻き込まれたくないね、人怖は、幽霊はまだいいけどさ、うん、まあ、見たんだよっていうのがあるけど、うんうんうん、人怖ってなかなか人に話できんでね、当事者は。そうですね、怖いな。なんか実害があるじゃないですか。ね。幽霊って結局は、まあ、こっちの気の持ちようだったりとか、うん、恐怖心でそうなってたりするからですけど。いやー怖いわ、うん。まあ今日ね、人子は今4話話しましたけど、はい、1話ね、リスナーさん、おかめんの人からタイムリーにね今日来てんですよ、この収録日に、はい、来たので、ちょっとそれを読もうかなと思いますけど。ちょっとね、子供を下ろしたりっていう描写が出てくるのよ。うん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 、まあまあ、そういうのがあるんで、まあそういうのちょっと嫌だなっていう人はここでね。うん、そうですね、うん。
ご視聴ありがとうございましたっていう感じになるんですけど、はい、またね、この人怖会も、うん、まあ、幽霊より怖い話、ね、としてやりますやれたらいいなと思いますので、はい、また聞きに来てください、はい、ということでいきますね、はい、警告はしましたからね、はいはい、動画で出していい名前まいさん、怖いお話のタイトル田舎というお話です。はい、はい、こんにちは、いつも楽しく聞かせてもらってます。人怖な話で長くなりますが読んでいただけたら幸いです。母から聞いた話で、母方の親戚の話です。今から20年ほど前に私の兄の大学進学のためのお金が必要になり、その時父の仕事がうまくいってなく、母がおばの夫に少し借りれないか電話したところ、快く承諾してくれました。会って話をするということになり、母は車がなかったのでおばの家の近くの駅までおばの夫が迎えに来てくれました。どこかファミレスでも入るのかなと思っていたら、着いたのはラブホ。どうする？とおばの夫に聞かれ、そういうことなら結構ですと、その場で車を降りて歩いて駅まで帰ったそうです。その時の母の年齢は40過ぎ、おばの夫は60近かったと思います。この話を聞いたのは私が24、5の時で、えぐいなと思っていたら最近もっとえぐい話を聞きました。おばはこの夫と再婚で、2人の間に子供はいませんが、前の夫との間に3人子供がいます。離婚当時が長女が15歳、次女が13歳、長男が5歳で、離婚した時には今の夫とすでにできていたようで、長男だけを連れてきたのですが、次女が1人で家を出てついてきてしまい、長女だけ置いてきた状態でした。その直後、おばの妊娠が発覚。どっちの子だかわからないので、黙っているうちにお腹は大きくなり、結局おろすことになりました。その時すでに6ヶ月から7ヶ月でした。昔は知りませんが、今だとおろせませんと。この期間ではね。促進剤を打ち、普通分娩して看護師さんが首を絞めたそうです。個人病院のやぶ医者がやったんだと思いましたが、その町では一番大きな総合病院で行われたとのことでした。その後も14歳で次女が妊娠発覚。それもすぐ親には言えず、同じ病院で降ろしたそうです。聞いた当時ですらかなり引きましたが、今では2人の子供を持つ母となり、余計に信じられない話です。今では疎遠ですが、二度と会いたくない人たちですと。はい、長文乱文読んでいただきありがとうございましたと。うん、お男ありがとうございます。ありがとうございます。まあそのおじさん、おばさんの夫、うん、もうまあそういう目的っていうと思うなっていうのも、うん、でもこれは断ってよかったね。多分一回行ったらズルズルとってなっちゃうから ね、うん、そしてよ、うん、さらにそのおばさんですけど、うん、おろしてるんですけど、どんな闇が関わって、いやー難しいな。なんかちっちゃい病院でっていうイメージもありますけどね。なんか降ろしてくれるみたいな。じゃあなんかそのなんていうんですかね、まあ、自分もおばあちゃんとかが田舎に住んでたりしますけど、なんか田舎ならではのコミュニティみたいな、うんうんうん、外には出ないような、わかるわかるっていうのがあるから、なんかそういうのの根の深さというか、ね、みたいなのをちょっと感じるなっていう。これね、ケスケも今田舎ならではのって言ったじゃん、うん、これ実は東京で僕聞いたことあるんですよ。まあある程度闇医者だよね。お金を払ったらどういう期間でも下ろしてくれるっていうのをね、聞いたことがあるんですよ。っていうか実際多分あるんだろうなっていう、本当に。うん、でも俺これマジでいつも思うのが、まあ、そうなって産まざるを得なくて、うん、でニュースに出てくるような事件になったりすることとかもあるじゃないですか。まあそうだね、子供を捨てたとかさ、そう、うん、だからどっちが正解なのかなみたいなっていうところあるよね。なんかその子供に罪はないじゃん、うん、絶対に生まれてきた子に、ね、だからやっぱりそこは親の責任なんだけど、その親がさ精神的にさ年だけ、うん、大人で子供だったりするとさ、うん、もう子供が子供を育てとるようなもんになっちゃうじゃん、うんうんうん、なかなかそれは難しいのかなっていう
心があるから、まあ、ね、下ろせるなら下ろすのも僕は選択肢としては、うん、まあしょうがないのかなっていう、それに対してなんかとやかく言うこともないし、絶対下ろすなとか。そうですね、まあ、うん、その人それぞれの正解があるからね、何とも言えないですけど、すごいなんか食らったっすね、うん、考えさせられる話だなと思いましたね、うん、なんか やっぱそのラブホテルでどうするみたいな、すげえやだ、なんかその、ね、感じ、うん、あれ工面してやるからみたいな、ね、まさに人コアですよ ね、そういう部分なんかさ、ちょっとドラマとか映画とかにありそうな設定だけどさ、うんうんうん、まあやっぱりそのケイスケも言ったけど、火のないところに煙は立たないじゃないけど、元の話があるからこそのドラマだったり映画だったりだから、うん、やっぱりあるんだなっていう、思ったね、はい、ちょっと重たくなっちゃいましたけど、まあ人怖ってこういう、まあ、そういうことなんですよね、もんなんですよ、うん、いろんなパターンがあるんですけど、うん、全部重たいんですよね、やっぱり、ね、人怖っていうのはね、ただ、うん、なのに気づかないうちに自分のすぐ隣にそれがあるかもしれないっていう、いや本当だよ本当だよ、怖さがまたあるっていうね、まあ、幽霊よりも全然短すからね、そうですね、まさに幽霊より怖い話だったっすよ、幽霊より怖い話だったね、やっぱ、まあ、人怖好きっていう人がいるのも分かるわ、うん、うん、まず、まだ食らったけど聞きたいもん、うん、またね、あの、ね、やりましょう、僕持ってる人コアもまだありますし、そうね、一丁はありますからね、うん、はい、僕は今使い果たしましたからそれからは聞き役であとね、皆さんの、あ、そうだね、うん、体験した人コアだったりとか、うん、聞いたとかでもいいですから、うん、幽霊より怖いお話を送ってください、はい、お待ちしております、はい、ということで今日は終わりです、はい、この話もし自分だったら、ありがとうございました。ではまた後ほど。